なんかいろいろ目先の目標はあるんですよ。例えば病院をもっと建てて、たくさんの子供を救いたいとか、と日本の医療が届いてないような僻地とか離島に医療者を派遣したいとか、あるいは災害が起こった時にたくさんの人を派遣してそういう時に助けたいとか、まあ、目先のいろんなことはあるんですけど、それじゃないんですよね。多分僕にとってすごく大切なことは、そういう、こう目標に向かって進んでる、進まそうとしている毎日、そこがすごく大切なんですよ。できるかできないかっていうのは、できたらすごいいいし、どこまでできるかわからないし、できたらまた多分次の目標って見えるじゃないですか。そうやってどんどん目標って膨らんでいくんで、言ってみたらあんまり終わりがないっていうか、そういう感じなんで、まあそれよりも毎日その目標に向かってちゃんと考えてるかとか、常に意識してるかとか、まあ、そういうことですね。それが僕にとっては大切だということですね。別に人のために頑張ってるつもりなくて、自分がやりたいからやってるっていうのが正直なところですね。僕の人生が多分すごく豊かなのはそこだと思うんですよね。なんか自分がやりたいことをやってる、自分が正しいと思うことをやってることが人のためになってるっていうこと、そうすると人のためになったり世の中のためになってると、絶対世の中が必要としてくれるでしょ。人が今度僕らに、あるいは僕に返してくれるじゃないですか。だからどんどん豊かになるんですよ。でもそれが自分だけの利益だったりとか、自分だけの家族のための利益だったりとか、すごく独りよがりであったりすると、そうはならないでしょ。だからそうじゃないっていうことがすごく大切だと思うんだけど、そういう方向性のことをしていくっていうことだと思うんですよね。そういう方向性がおそらく SDGs であるっていうことだと思うんですよ。だから続く、自分のことだから頑張れるし、自分のことだから失敗して大変でも我慢できる。でもこれが人のことだと、例えば親のことでも恋人のことでも家族のことでも腹立ってきて絶対我慢できないじゃないですか。でも自分のことだから耐えて頑張れる、そこだと思うんですよね。そのことを自覚してるからじゃないかなと思います。